はいあ。それでは予定の時間になりましたので、えー、記者会見を開かせていただきます。えー、本日は次の10年。 若手政治家に問うの4回目として、田村智子参議院議員をお招きいたしました。田村さんは現在共産党の副委員長であり、政策委員長をなさっています。私は時事通信の山田昭介でございます。6月まで当クラブの企画委員をしておりました。当初4月の日に予定をしていたんですけれども、えー、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、延期となりまして、改めて日程を調整して今日お越しいただきました。 えー、田村議員は長野県の小室市出身でいらっしゃいまして、えー、早稲田大学卒業後議員賞を経て2010年参院議員で比例候補として初当選なさいました、えー、2016年再選を果たされまして副委員長に就任なさいましたそして、えー、今年1月にです、ね、政策委員会の責任者となられたというご経歴でございます 昨年11月の参院予算委員会では、桜を見る会について安倍省を厳しく追及する質問をして、注目を集められました。えー、今日は、もうこれまでのことも含めて、ご自由に何でもお話しいただけるということでお越しいただきましたが、えー、30分ほどお話をお伺いした後、記者の方から、記者方、皆さんから質問をいただきます。えー、あのー、で、 感染症拡大防止ということで、まあ、記者席は十分な距離が取れるように定員40人といたしましたけれども、今日お越しになれなかった会員の方については、オンラインでライブ配信をしている中でご質問をお受けするという形にもしております。オンラインでご覧になっている方々はですね、Zoom の Q&A 機能を使って質問をお送りいただければと思います。 あのズームの画面の下の方に Q&A というボタンがありましてここをクリックいたしますとテキスト入力画面が出てきますので、えー、氏名所属先、えー、そしてご質問の内容を記入していただきましてそして一つのテキストにまとめた形であの送信していただければと思います。のお名前が読みにくい 方でいらっしゃる場合は振り花を振っていただけますと助かります。またあのオンラインで参加している皆さんには本日の資料データをダウンロードする URL をあのご案内していますので、えー、そちらの方もご確認いただければと思います。思います。えー、後ほどまた質疑応答のところで、えー、お話をあの私の方から言いますが、えー、まず。 最初に田村さんの方からお話をお聞きしたいと思います。今日はどうもよろしくお越しくださいました。はい、え皆さんこんにちは。よろしくお願いいたします。田村智子です。あのまず冒頭あのゴル災害が本当に甚大な被害を今ももたらしておりましてこの場をお借りして心からお見舞い申し上げるものです。またあのコロナの元での大規模災害ということでぜひあの党派を超えた支援に力を尽くしたいと思いますしそのための国会での審議ということも求めたいと。 というのを思っています。あの今日はですね本当にあの新型コロナの感染が心配される中でも様々な対策を講じていただきまして、こうして開催いただいたことに心から感謝申し上げます。新興感染症のパンデミックに。 直面したからこそ、テーマである次の十年ということが、喫緊の課題として問われていると思います。あの、青年月日では、決して若手ではないんですけれども、にもかかわらずですね、私にお話しする機会をいただいたことに、あの、感謝を申し上げまして、まずあの、レジュメのタイトルにしたようにですね、えー、次の十年の早い時期には、やはりあの、野党が連立政権を 実現させなければならないというこの決意も込めまして、野党共闘の現在と未来、そしてどういう政府を目指すのかということを、私の国会質問など、また国会での経験などにも即してお話をしたいというふうに思います。あの今ですね、安倍政権の新型コロナ対応を目の当たりにして、国会内での野党共闘は、 まあ私から見てですね、かつてないほどに大きく前進していると思います。ご紹介いただいたように、私はあの今年1月19日に共産党の政策委員長となりました、そして2月2日の NHK 日曜討論が対外的ないわばデビューの場となったわけなんですけれども、のこの最初の討論の時からですね、私は日本での 新型コロナの流行に備えて、医療機関の体制を強化すべきだと。でそのためには、特別な財政措置が必要だということを、強く、この2月の初めの段階から求めました。また、イベント自粛、外出自粛の要請が出されるもとでは、自粛と保障は一体だと求めて、これはすぐに野党の共通の提案、合言葉になっていきました。ところがですね、 まあ2月も3月も4月に入ってもなお、自民党からは、医療機関を含めて融資を使ってほしいと、とにかくお金を貸すよということしか出てこない、具体的な支援策ということが全く語られない、討論の場無双です、そしてあの国会の中の議論の場無双です、私はこのことに衝撃を受けましたで。野党の提案が単に言いっぱなしの案で終わったら、 これは日本はとんでもないことになると。例えば、補償っていう言葉が嫌ならば、補償はだめだというのならば、別の言葉でもいいと。とにかく何らかの給付金とか支援金を大規模に個人にも事業者にもこう出させていかなきゃいけないと、この危機感を強めざるを得なかったんですね。こういうもとで、3月19日、国会の中では、 政府与野党連絡協議会がスタートしましまたあのこれはあの与野党の国会対策委員長の合意で設置されて、各党政策責任者の協議の場という確認だったんです。ですから野党側はみんな政調会長、あの私のように政策委員長、これ、名前を連ねます。ところが、与党はこれを避けたんですね。政調を出してこないえつまりは 与党には野党との政策協議の意思がない、協議会というのは、野党のガス抜きの場にするつもりなんじゃないのかということが、設置の段階から危惧されたわけです。そこでですね、まあ、19日の日は本当に顔合わせという感じで、あの急遽集められた、えー、協議会になったんですけれども、私はあの2回目の協議会の前に、あの立憲の大阪政調会長に、作戦会議をやりませんかと。 いいう,うにお願いをいたしましたここでよく応じてもらいました、とにかく、この協議会が要望して終わるわけにはいかないんだと、限られた時間の中で焦点を定めて協議をし、その回答を政府や与党から引き出す、そのためにどういう作戦を立てるかということを、ですねあのもう野党の側が仕掛けていこうと。 いうような打ち合わせを何度となく行って、協議会に臨んでいきました。まあ、今立憲民主党 国民民主党、社民党、それからあの社保と呼ばれる社会保障を立て直す国民会議。この3党1会派は一つの共同会派になっていますので、いわばですね、その共同会派の中に共産党が飛び込むんだというようなつもりで、えー、臨んでいって、意見交換の場を作ってもらったということなんです。あのこれまでこの連絡協議会は、えー、先週までで14回を数えました。事前の打ち合わせ。 そして終了直後の共同ブリーフィング。これは今、国会の中では当たり前の光景となっています。あの、これはですね、やっぱり桜を見る会で野党が合同の追求チームを作った。ここで築かれた信頼関係というのが土台にあったというふうに思います。また、あの、私の巨人個人的なキャラクターと言いましょうかね。あの、他党の人と話をするのが好きなんですね。いろんな場でお話をするのは大変刺激を受けて、 あの自分たちの政策を深くあの見つめ直すという、そういうことにもなりますので、毎回この協議会及びその前の事前打ち合わせというのが、私にとっては楽しみなんです、楽しい時間なんですね。ですから、気軽にえと立国者の成長の,のお部屋をコンコンとやってですね、田村が来ましたと言って、すっと中に入れていただけると、こういう関係を今、の作ることができているというふうに思います。のこのの協議会の中で で野党何をしているのかなんですけれども、毎回、要望という形で具体的な政策提案を行って、政府と与党にどう対応するのかと、こうやって迫るという展開を繰り広げています。例えば事業者への家賃支援というのは、今月から申請始まっていますけれども、もう固定費への支援をしなければ潰れてしまうじゃないかと。 法案を一気にまとめようっていうことは、4月の初めの段階から連絡協議会で野党が呼びかけ続けていた問題なんです。この政府の対応の遅さ、与党の協議への消極的な姿勢、ここに圧力をかけるためには、あの資料でもお配りしましたけど、野党は3回の予算の組み替え動議、そしてコロナ関係だけでも、あのいくつもの法案の共同提出というのを行っているんですね。あの コロナの関係だけのものを資料として取りまとめました。あの、最初に出したのは、保健所を介さない PCR 検査、これをやらせるための法案。そして事業者の家賃支払いの肩代わり。大学などの授業料半額法案。ひとり親家庭への経済的支援法案。災害時と同様の失業給付金などの法案。どれもですね、政府がやろうとしないことを、野党が法案で 与党をを突き上げる政府を動かすすととそのたために出した法案と言えますあのこうやってあの野党の提案に尻を叩かれるようにしてですね、与党や政府が示す予算や政策というのは、あまりにも遅くて、そしてどうしてこういう線引きをするのかということが、いまだに繰り返されています。例えば持続化給付金は、やっとフリーランスも広くですね、 対象にということで、対象拡大やったんですけど、まだその中での線引きをやる、それからあの前回10日の日にも大問題になったんですが、農家レストランのような、法人の届け出をしていない事業者も、みなし法人、事業の実態があれば持続化給付金の対象にと、繰り返し要望していますので、一体どうするんだっていうことをあの10日の日には相当強く立国者も迫ったんです。そうすするとあの経産省はですね 事業実態があるかどうかは、現地調査をしなければ確認できない、その能力を私たちは持ち合わせていないと、こういう開き直りまでするわけです。これに対して、政府はこんなこと言ってるけど、与党はこれでいいと思ってるのかと、こういう突き上げを連絡協議会のたびにやっているということなんですね。あの今のこの野党共闘というのは、安倍政権の無策、与党の立案能力の衰退。 これを私たちがまざまざと見,つけ見せつけられて、いわば安倍政権と自民党には任せておけないという危機感を持った共闘になっているんだと思うんです。あの東京都知事選挙で、宇都宮賢治候補を、えー、立民、社民、えー、そして私たち共産党が支援をし、国民民主や社保の会派からも重鎮の国会議員が応援に駆けつけるということになりました。 東京の25の小選挙区ごとに宇都宮選対が作られるという選挙になったわけですけれども、あのこれも東京ではこんなやり方の選挙は初めての野党共闘だったんです。やはりコロナ対応での安倍政権の無策と的外れ、これに野党が提案型で一致団結して迫っていったことが、こうした選挙での共闘につながったというふうに、私は実感をしています。これを 政権構想にどうつなげていくのかいよいよ問われています立憲民主党の枝野党首が政権構想につながる試案を示されましたこの中では新自由主義への批判非正規雇用の問題の解決小さすぎる政府になっていないかという問題提起など私たちと共通する問題意識があのいくつも確認できます野党第一党から このように政権構想の提起がなされたことを、まあ、思案でありますけれども、私は心から歓迎をしています。え党内外での協議ということも、えー、枝野代表、を呼びかけていますので、ぜひ私たち日本共産党にもですね直接にこの構想についてお話をいただいて、えー、協議をして開始できたらなという期待をこの場で表明しておきたいというふうに思います。えー、2つ目の大きな柱ですが ではそういう連立政権は、どういう政府を目指していくのか、私の今思っていることをお話ししたいんですが、私はですね、構造改革がもたらした現実、この新型コロナの下で、明白になったと思います。これを直視をして、国民の命と暮らしが、この国にとっての安全保障であると。 命や暮らしに関わる政策こそがこの国の安全保障の政策なんだとこの立場で真剣に取り組んでいく政府を作っていきたいというふうに思うんですあのこの問題であのちょっと具体的なことをお話ししたいんですけれども私あの新型コロナの問題で過去の私の国会質問が突如としてネット上で拡散をされて注目をされアメリカの CNA など国内外の えー、CNN か、など、えー、国内外のメディアから思いがけず取材を受けるという経験をいたしました、えー、国立感染症研究所の定員削減、予算の削減について、昨年4月9日、内閣委員会で取り上げました、インバウンドの旗が振られ、外国人労働者の受け入れも拡大をするという、日本の中で発生したことのない感染症のリスクが高まる。それでも この研究所の定員削減の見直しをしないのかということを厳しく追及する質問だったんですけれども、それがあの今年の春以降ですね、なんでコロナの問題が起きる前に、こういう質問をあなたはしたのですかという質問をあのいろんなメディアの方から受けることとなったんです。これはですね、私、実は国家公務員の労働組合から、定員削減に対する悲鳴のような声。 感染研に関わらず、いっぱい聞いていました。橋本行革以降、退職者が出ても、新たな採用をしない。こういうやり方で、ガタガタと公務員、国家公務員の数が減っていきました。感染研ではその中でも、あの、資料の2枚目でお付けしました、新型インフルエンザの流行の直後というのは、定員も予算も増えるんですね。ところがその後、 安倍政権にそして増やした分、増やした分ですね、急激な定員と予算の削減ということが行われていくことになったわけです。この中で研究室は維持をするために、研究の掛け持ちをしなければならないとか、あるいは機器が壊れても、機械が壊れても、ですね修理を外注する予算がないとか。 感染症発生状況を毎週レポートをするサーベイランス、これもですね実態としては、1年契約の非常勤の職員が1人で担うと、こういう信じられないような事態がどんどん起こっていたわけですね、こういう現状を知れば、誰もが衝撃を受けて、危機感を持つと思うんです、私が特別だったわけではないと思うんです。ししかしその声は ごく限られた範囲にしか聞こえない、マスコミも取り上げない、公務員は削減して当たり前、公務員を増やすなどありえない、このことを政府が旗を振って、世論も公務員バッシングに流れて、現場にも諦めが広がっていたというのが、去年までの状況だったというふうに思うんです。あの国立感染研については、この昨年の質問だけではなくて、2013年にも取り上げました。 そして今年も3月と5月にも国会で質問しています。ところが状況は変わらないんです。政府の答弁の状況は。国家公務員合理化計画があるから、それを踏まえながら対応するという答弁にとどまるんです。これも資料でお付けしました国家公務員定数の合理化計画とは何なのか、省庁ごとに数値目標が5年ごとに示されます。どこかで人を増やしたければ、 例えば国立感染研で人を増やしたければ、厚生労働省の中の別の部署の人を削れと、これが合理化です。どこかを減らさなければ人は増やせない、それは仕事の内容の実態からではなくて、5年で定員全体の5割、あ1割以上ですね、5年で1割以上を合理化するんだと。 これで省庁ごとに数字の目標を示してしまうわけですね。これが金貨玉状なんですよ。その不合理さを、えー、具体的に国会の中で正しても、政府は思考停止状態になっているってことなんですね。これは国だけではありません。自治体に対しても市町村合併、地方交付税の絞り込みなどで、自治体リストラの旗が今も振られています。そのので保健所の箇所箇数が激減をし 保健所に配置される医師、看護師、保健師の定員の削減、公立病院の統廃合も進められてきました。それがどれだけ公衆衛生の体制を弱体化させてしまったのか。官から民、民間にできることは民間に、公務員は減らして当然、こういうカッコ付きの改革が公衆衛生や感染症対策、不採算部門の医療、あるいは社会保障の相談窓口、ハローワーク、 などですね国と自治体が国民のために担うべき分野までもが削減縮小されている、それは国民にとって利益どころか、大きなリスクと害悪をもたらしている、このことの過ちを認めて、私は直ちに方向転換することを求めたいというふうに思います。あのこういうです、ね、公務員の削減のようなことはです、ね、一方でこういう国民の命と暮らしに直結する分野ではやられます。 しかしその一方で例えば内閣府は肥大化し特命大臣というのも安倍大臣の下では増えています単なる削減ではありませんこれ今あの官邸主導でですね 経済財政諮問会議だけではなくて、国家戦略特区諮問会議、未来投資会議、総合科学技術イノベーション会議、まち人仕事創生会議本部、地方文献改革推進本部などなどですね、総理が議長や本部長を務める会議や、えー、会議などがですね、今やその全容を使うのが難しいほどに肥大化しています。そして官邸直結の諮問会議や本部を手こにして、 各省庁の政策検討ではなく、トップダウンで国家戦略が次々と打ち出され、問答無用の規制緩和、人も予算も選択と集中ということが、あの、次々と進められているのが、今の安倍政権のやり方です。技術革新、産業革新、新薬や再生医療など、新たなビジネスにつながる研究開発に、短期集中型で巨額の予算を積むとか、 新たな投資先となる分野の民営化、水道であるとか、空港であるとか、これはもう政府が旗を振って進めていく、そして世界に日本を売り込む、いわば政府がビジネスそのものを担っているというような状況になっているんじゃないでしょうか。今、GoTo キャンペーンがですね、東京での感染がこれだけ拡大するもとでも、前倒しで実施され、 イベント開催の条件緩和ということも、感染があの東京で過去最高になった日に行われるということなんですね。ビジネス最優先、私はですね、今、グローバル経済のもとまた株主資本主義と言われるもと、極めて短期の利益のために、資本が、資本が国境を越えて動いている。で、ここに乗っかって、あまりに大気の短期の、短期の、 経済戦略がやられていくと、これでいいのかっていうことを非常に思っています、成功もしていないと思います、このやり方は。むしろ目先のビジネス最優先から、感染症や自然災害、地球温暖化への対策、そして国民の命と健康を犠牲にしないためのルールを作ること、そのルールに沿った経済活動を求めることが新しい政治ではないのかと、これをぜひ実現していきたいというふうに思っています。 でこういうあの政治のあり方に関わって、ですねもう1点、私があの6月15日の決裁委員会で総理に質問した中身も紹介したいというふうに思うんです。あのこの日、私はあの生活困窮に陥った場合に、生活保護についてためらわず申請をと、総理はあのテレビも中継も入っていたので、ぜひ国民に呼びかけてほしいということを求めました。 あの新型コロナの対応では、この生活保護については、厚生労働省はあの実にあのいい要件,要件緩和というのを行ったんですね、でまた、住居確保給付金という制度も、比較的早い時期から利用しやすい制度へと拡充をしていました、ここにはリーマンショック後の派遣村の経験が生かされているということを実感しています。 あの特にあの仕事だけでなくて、住居を失ったときには、その後の自立に大きな足かせになってしまうと、あのこれ、私もさまざまな相談活動、リーマンショック後に応じてきて、本当に痛感をしたので、あの政府がその立場に立って、ですねあの生活保護の要件緩和や、給付金という形の住居のための支援策ということを講じたこと、これ、本当に重要だったと思うんです。不十分な点ははままだありますけれどもここには 私は、今の行政の側の真剣さを感じるわけですね。政権を目指そうという野党としては、私は官僚の皆さんとは、ぜひフランクに意見交換をして、国民の権利擁護や、長い目で見て良い仕事を一緒にやっていこうということを呼びかけたいんですね。安倍政権の下で、官僚が公文書改ざん、改ざんえー、また廃棄、廃棄したことを隠す。 虚偽答弁を平気で繰り返すこういうですね、国民の信頼を地に落とすような事態が進んだことは本当に重大だったと思います。だから、桜を見る会の問題では、私は官僚の皆さんに、もうこんなことをやるのはやめましょうと、安倍総理をかばうこともやめましょうということを呼びかけました。官僚の立ち位置を変えたいんです。ぜひ、国民から歓迎されるようなですね、 国民不在ではないんだと、国民の声に応えるんだというあの政府の在り方ということを、野党はです、ね、あの連立政権を目指す中で、官僚を巻き込んで,です、ね、こう議論できるようになっていきたいということも、この場で申し上げたいというふうに思います。残る時間で,です、ね、端的に2つの分野で問題提起をしたいと思います。新たな政治の方向とということで一つは 枝野党首の政権構想でも、冒頭に掲げられている非正規雇用をどうするかという問題です。新型コロナの影響で、非正規雇用の方々が契約更新を拒否されて仕事を失っています。また、休業中の割合というの、割合も、またその実数もですね、正規雇用を大きく上回る数値が示されています。 今あの安倍政権もですね骨太方針案の中で、非正規雇用の問題を指摘はしているんですけれども、小泉竹中路線、まさに構造改革の方針によって、ですね労働者をコストとみなし、人件費を抑えて利益を上げることが経営手腕として称賛され、正社員リストラをえ減税まで行って、大企業に旗を振る。 それから派遣労働の規制緩和を行うなど、ですね政府が不安定雇用を促進した、ここへの反省が今ほど求められている時はないと思うんです。中でも私は、超短期の雇用契約、ここについては、もう何らかの規制に踏み出すべきだと思います。派遣も契約社員も今、3か月契約というのが非常に多いんですね。 3ヶ月にするる必然性がどこにあるんでしょうかよくですね、正社員は簡単に解雇できないと、企業にとって、あのこうね、景気の波が起きて、その波が沈んだときには、やはりあの労働力の受給調整は必要なんだっていう声が聞こえます。しかし、この新型コロナの問題では、雇用調整助成金で、どんなに雇用が、あの景気が悪化しているもとでも、 まずは雇用をを維持してしてほいいという方針を政府が取ったわけです企業が人員削減を余儀なくされるような事態が起きても、まずは国が助成金を出して、雇用を維持しますよと、その間に経営の改善、あるいは再就職支援、これができるでしょっていうことが、今、政府挙げて取り組まれているわけですよね。 もちろんあの内部留保持っていたりとかね、あの役員報酬がものすごく高いとか、こういうところは見直しが必要だと思いますけれども、全体として政府がその方針を取ってるわけですよ。私はこの立場に立って、企業が人を雇う責任、育てる責任、経験と知識を育み、スペシャリストを養っていくと、これはね、企業にとっても社会にとっても利益をもたらすんだ。 ここに立ち返るべきだと思うんですね、もちろんこれは少子化対策にもつながるし、ジェンダー平等にも直接にもつながっていくというふうにあの考えるものなんです。あのこの新型コロナの問題では、影響を受けた飲食店とか、文化芸能とか、あるいはあの危機を的な状況にある病院関係者など、多くの方々からあのお話を聞く機会を持ちました。共通していいたたののは人の流出を避けたいと いうことだったんですどの分野も、ここで働いてきた人たちは貴重な財産なんだと、給料が払えないことで、その人材の喪失損失を、流出を起こしてしまったら、立ち直ることができなくなってしまうと、こういうことをですねあの真摯に、そしてあの危機感を持ってお話をされたんです。これらの問題提起は、今、他の野党とも共通の問題意識に何を得ている時だというように思います。 特に野党の皆さんとは、個人の尊厳とか、格差の是正とか、たとえ AI、IT の時代が来ようとも、人こそが、人間こそが価値を生み出す、その源流であるとか、こういう問題意識を大いに協議をして、この非正規の問題で、どんな規制をかけていくことができるのか、あのそういう政策協議をしていきたいと思います。で、最後にですね、野党の中で、 政策が一致しないのではないかと思われていることについても一点お話をしたいと思います。その一つが、日米安保条約についての立場です。えー、私たち日本共産党は、日本の主権に関わる従属的条約として、日米安保条約の廃棄、合わせて日米平和友好条約の締結ということを目指しています。しかし、当面の政策としては、日米間の 地位協定の見直しを一致点として重視をしています。連立政権に加わった場合にも、安保廃棄を政権の政策として求めないということも、各野党の皆さんには説明を直接に行ってきたところです。この地位協定の見直しというのは、今新型コロナの問題で大変切実な問題になっています。今在日米軍が、どんなにアメリカの中で、 感染が拡大しししてていいようととも検疫なしにアメリカ本土と日本土日を往来しています沖縄の在日米軍が今月だけで96人の感染者があ,あると、えー、このことをあの本日、地元紙が報道しています。私、6月22日の決算委員会で、この問題を取り上げたんですけれども、15の基地を持つ都道府県の県知事が、日本政府による検疫、 これをアメリカ軍に対しても行えるように、地位協定の見直しを求めています。検疫や、あるいは米軍米軍機事故への対応、低空飛行を禁じる航空法の適用など、国民に害悪を厳にもたらしている問題で、まず、アメリカ軍とアメリカ本国に対して政府に対して、意見が言えて、国民の立場で交渉できる政府、そして地位協定の 改定を行う政府というのは、私は一致点として積み上げることができるし、あのこれをです、ね、連立政権の大きな旗として、国民の皆さんの前に示していくことができるのではないだろうかと思っています。こうしたあの一致点の積み上げ、また不一致点にどう対応するかの確認や協議、これをぜひ野党の皆さんとやっていってですね、もう何しらあのこの何年間か、 野党は、いつまで安倍政権を許しておくのかと、野党がだらしないからだと、こういうご批判の声を本当に苦しい思いで聞いてきましたので、本当にあのこのコロナ禍の下で、野党が政権構想を示して、社会の在り方を深いところから問いかけていく、このことをですね何としても喫緊の課題として、 成し遂げていきたいと思っています。えその決意も申し上げて私の話を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はいありがとうございました、えー。会場の皆さんからご質問があればと思いますが、ちょっと一つ最初に私から質問させていただきますけれども、まあ、今の政権とのまあ、政権構想への取り組みの中で、まあ、例えば日米安保の場合は地位協定ということが一つのまあ この議論の、まあ、と,とっかかりといいますか、えー、野党協議の中でのテーマとしては十分あり得るんだというご説明でしたけれども、まあ、例えば天皇制の問題にしても2004年の綱領改定で、まあ、民主・共和制を将来の理想としながらも、まあ、天皇制 えはブルジェワ君主制の意思だというかつての文言は削除されてですね、まあ、ある意味でそこはあこの天皇制廃止を訴えなくなったというようなことも歴史的にはある中で少しずつ、まあ、いわゆる戦前から戦後にかけての共産党があの時期を置いてですけれども変わってきつつあるということは我々もよく知っているわけですけれどもただ一方でやはり 例えば政権構想、これからまた積み上げていかれるにしても、今、安倍政権があるから、ある意味で野党も共闘しやすい面があるかもしれませんが、来年、安倍さんがもし、任期が切れて、交代した場合、安倍さんよりも右ではない政権ができる可能性ができた場合、今度は野党の中にいる、いわゆるまあ中道的立場の人たちは、自民党とのまた親和性が、 これまでよりは強まる可能性も出てくるので、そうすると共産党の立ち位置が、ですね今は安倍さんがいるからいいけれども、ある意味で、今後そこがまた、えー、アイデンティティも含めて変わってくる、あのつまりアイデンティティが今は反安倍で、えー、持ちこたえられるけれども、今後そこが大丈夫だろうかと、えーまあ、いうことを、共産党の中から聞こえてくるかどうか分かりませんけれども、外で見ていて、そういうことを思うこともあるんですが。 反安倍だけでこれから先もう共産党は本当にやっていけるのかといえばやっぱり違うと思うんですがその辺りはいかがお考えでしょうかそうですねあのその反安倍ということの中身だというふうに思うんですねやっぱあの私たちがあの野党共闘にということに大きく動いたのは2015年の安保法制が成立したその日でしたからあのやはりあの 憲法蹂躙、まあ、憲法を何とも思わない憲法の上に内閣を置くというですねあのこの 強権的なやり方に対しての野党共闘ですからたとえそれがあの安倍政権ではない別の自民党の政権という形になった時にではその安倍政権が2015年、まあ、その前の特定秘密保護法のあたりからあのいわばその、えー、憲法蹂躙と言われるような、えー、法律を次々と作ってきたわけですからその安倍政権が行ってきた政治に対してあのそうではないよっていう政権になるのか。 それともその反省もなく続くのかっていうことも一つ問われてくるというふうに思うんですがおそらく今の自民党が一切安倍さんに対する批判の動きでですねあの大きな動きを起こすことができないということを見ても やっぱりあの今の安倍政権を引きずる政権になるだろうと言わざるを得ませんので、はいその中身で見たときには、あの憲法をいわば真ん中に据えたような連立政権、新しい政権を、私たちはそこで共同できる野党の皆さんと一緒に行っていくことになるだろうというふうに思います。たただそそのののののの過程でで、ね、野党の中れれぞれの議員がどういううういい動きをするのかというのはもう私たちの、えー な,なんていうんですかあの、関与できる範囲を超えていますので、それは静かに見ながらあの、市民の皆さんと共に野党共闘が大きく育つように頑張っていきたいというふうに思います。共産党の,その古い 昔からのその支持者の方と、それから今の若い方とか、あるいはつい最近までは本当に共産党のことに関心はなかったけれども、このところの動きの中で共産党に関心を持たれた方、いろんな方を相手にしながら選挙をなさらなくてはいけないと思うんですけれどいわゆるコアなその支持層の方という方の声というのは、例えば、いずれ学習会館での,その党大会などに行って、個別にお聞きするとすれば、 でそれはまあ若干そういった本音も聞こえてこないわけでも、私の経験であるんですけど、そういった議論というのは、なんでしょうかね、実際はかなり深くなさっているのか、それともやはり党中央での考えをただこうした,ただというか、皆さんにこう理解してもらうような一方通行的なのなのか、その辺がちょっと見えない面があるんですけれども、今、その点は議論のまあ形というのはいかがなんでしょうかね。 あのそうですね、あの例えばその先ほどご紹介になった2004年の,あの天皇制についてのね、皇後の改定のときなどは、やはりあの、えー、特に私たちはあの昭和天皇からの代替わりっていうことがあるもとでですね、やはりあの昭和天皇とそれ以降っていうのは、戦争の責任という問題においても、もうかなり位置づけが変わってくるわけですよね。 ただその2004年の当時ってのは本当にさまざまな議論があったというふうに私もあの記憶をしています。そしてその議論を封じることなく。 あの大いにあのそれぞれの現場の,あの支部と呼んでますけれども、一番の基礎の単位である、それぞれの地域や職場の中の支部で、大いに議論しようじゃないかと、異論はもう直接にも、中央委員会にも挙げてもらいながら、私たち綱領で団結できるような議論を、今日に至るまで積み上げてきているというふうに思うんですね。このの野党共闘にに向かう様々なあの私たちの路線については 私はあのコアな支持者は、むしろですねこの安倍が、安倍政安倍総理が、ですねあまりに危険で、あまりにその戦前の政治を豊富とさせるようなあのやり方を行っていますので、この政権だけは許せないと、この政権は本当に急いで倒さなければならないという意思を、とりわけ強くお持ちになっているというふうにあの思うんですね。 そのためにあの野党共闘に踏み切ったことに対してはあのむしろあのそこまでの決断をよくぞしてくれたというようなあの声の方を私はあのコアな支持者と言われますようなあの私よりも党歴の長いあのえ方々とお話をしてもですねあのそのことは実感しているところですね。はいありました 会場からご質問をお受けしたいと思いますけれども、あの私の方から挙手、えー、された方をご指名させていただきたいと思います、えー、近くのマイクにお進みいただきまして、マスクを取るかどうかは、ご判断でお任せいたしますので、えー、それではそちらからどうぞ。えっと、個人会員の脇といいます。あの、えー 党の副委員長さんでありですね、政策委員長さんをお呼びするにあたって若手政治家に聞くっていうのもいかがなものかとは、あの、先生が生年月日がどうのと言われる以前に、まあ、どうかなとは思いますが、あの、質問に移ります。あの、政策構想につながるべき時だとか、それから枝野さんへの呼びかけっていうのはもう、事業を得たものだとは思うんですが、 あのその割にこに野党間の盛り上がりが見えないなと思うんですよで今一つ本当に見えないそれがあの安倍政権からあの野党がバラバラのうちに解散・総選挙しちゃおうぜっていうようなある意味なめた発言が出てくる理由じゃないかなと思うんですで野党間のこう政策協議に加え選挙協力に向けたような協議というのを 加速させるためのアイディア、提案というのは何かお考えでしょうか、それからあの先生も先ほどおっしゃった野党、一体何やってんだという、えー、イライラしている国民にアピールする何か方策というのはお持ちでしょうか、以上です。はいあの 野党間のの盛りり上がりというのは例えばあの、ね、桜を見る会でも本当にあのかつてなく追及チームというのを作りですね作戦会議も含めてあの野党が国会の中で本当に安倍政権を倒しにかかるっていうあのことをですね昨年11月からあの行うことができたのはある意味あの国民の皆さんの中にも大きな影響を広げてあのその点ではあのインターネットを通じて国会を見るようになった方が広がって。 それがあの今年の検察庁法改定に反対しますというハッシュタグ運動にもつながるようなあのそういうね運動にはつながったとあの思ってるんですで、本当だったらね、普通のだったら、あれでも内閣が倒れていておかしくないし、それ以前にも森友の公文書改ざんの問題であの倒れていておかしくないと。ただあの この安倍総理という、かつて経験したことのない恥を知らない総理大臣、何があっても責任を取らない総理大臣というもとで、私たち野党の側も、どうしたら倒せるんだと、もちろん選挙で倒すということがね一番なんですけれども、このことについては、 あのもっと本気のさまざまな議論をとアクションを起こしていかなければならないなというふうに感じてるんですね、それであのその点ではね、いろんな方とこの間、私もあの取材も受けながらお話をする中で、もっとね、国民に今、野党がどういう共闘をやっているのかを、ちゃんと見えるようにしなきゃだめだよと、そこに展望があるっていうことが、国会の外にいたら全く見えないよと。 今日あの連絡協議会の中身を割と踏み込んでお話をしたのもですね、ほとんど知られてないんですね、本当に。あの終わった後にブリーフィングで、あの国会の中の記者さんたちはずっと追っかけてるからあの、野党が何やってるかっていうのは見えると思うんですけど、そうでない方は、本当に見えないというふうに思いますのでね、そこをね、私たちはもっと仕掛けるべきだと。 いいう,うに思っているんですそれが一政策委員長にできるのかどうかっていうこともありますのでさまざまな国会対策委員長同士とか、えー、あるいはその、えー、幹事長職局長そして党首レベルで、えー、いうこともねいろいろ考えていかなきゃいけないというふうに思いますが私はでも一番はやっぱりあの政権構想の協議をスタートさせるっていうことが、えー、何よりも国民に対して 野党は本気だということを示す道になりますのでね、あのこればっかり、ちょっと日本共産党だけではなかなか進まないというもどかしさを感じているところではありますが、もう繰り返しこれを呼びかけ続けていきたいというふうにあの思っているところではあります、お答えになったかどうかなんですけれども。はい、はい、どうぞあどうも。 えとクラブ委員の田上ですがあの一つはですね政治家としての原点というかな一番大事にしているものとか言葉とか理念これを一つ伺いたいもう一つあのその野党のですね共闘も見えないけれども党の中も相変わらず私たち外の人間にはよく見えないというところがあって、まあ、民主化は進んでるし改革開放も進んでるんでしょうが 党の中でどんな議論が起きているのか特に党勢拡大がなかなか進まないこれは何でかっていうのはいろいろ言われていることもあるわけですが、えっと、素朴にいくと日本共産党というまあ,あのシニアの人たちには非常にあの愛着のある誇りのある名前でしょうが有権者から見ると隣の国も 似たような名前がある党が、あるのでどうももう一つ、パッとしないというか、党制拡大につながらないとで、ここで党名変更を考えてますということは、決して口は裂けても言えないでしょうけれども、<laughs> あの党内で議論を、先ほどの民主化という点で、議論のテーブルに乗る、そういう雰囲気というのは出てきているのかどうかということですね。で2年年後に100年 になるんですかね岸田総理ということで、そこでサプライズ、名前変更なんていうのはまあ考えられないとは思いますが、そういう雰囲気を含めて、個人的な感想を伺いたいと思いますはいあの一つ目の質問で、えっと、政治家として大切にしているあの言葉を一言でということなんですけれども、えっと、そうですね、あの固く言えば、私はもう理想を諦めない。 でもその理想という言葉よりも私自身にとっては心根を諦めないっていうことをあの立候補した時にもあの思あのいろんな演説の場であのお話をしましたあの誰の心の根っこの中にも本来社会はこうあってほしいっていうものがあると思ってるんですね。でそこをね諦めたくないんですよ 非常にあの諦めの悪い人だというふうにあのいろんなところで言われるんですけども、あのこれはもう私の本当にあの政治家としてのえっと一番の土台になっているというふうに思っています。であので日本共産党そのものについてのご質問いただきました。あの確かにあの今日本共産党員の数がですねあの減少というかあのえお亡くなりになる方をあの新しいく迎える方。うん を上回ってしまうんですねお亡くななりになる方の方がそれであの党員が減っているという状況になっていますので今あのえ2年後のちょうどあの7月15日明日がえ党創立記念日になるんですがその2年後のえ100周年を目指してえ党勢倍化していこうじゃないかというあの特別の運動にかあの取り組んでいるんですけど確かになかなかあのえっと簡単なことではありません。この,あの大きな要因が何か っていうことで言いますと、ややあの私たちこの間ですね。あのすごくあの生活にお困りになっている方とか、あのもう自己責任にされながら、苦しんでこられた方に対してあのそうではないよ。と。やはり、あの私たちは様々な困難に寄り添って。 その困難を共に乗り越えて困難に応える政治を実現していくんだよっていうことを呼びかけて共に頑張りましょうと言ってあの党に迎えていくということにあの取り組んでまいりましたしかしあのその中でそれではあの迎え入れたあの党員の方々とですねあのでは本当にあのどういう日本社会をつくっていくのかその透明にも関わるような未来社会も含めて 日本共産党の目指すものが何なのかっていうことを、あの深く議論し、それぞれの党員が自ら語れるっていうような活動をしてきたかっていうところに、反省があるんですよ。あの目の前の現実の政治には署名運動などで立ち向かう、だけど、あのそれは何々反対っていう運動ですよね、安保法制、えー、反対とか。 あの消費税増税反対とか、もっとですねそこ乗り越えて、じゃあ、共産党は何を目指す政党かっていうことを、どれだけ一人一人の党員が語れるかっていうふうに振り返ったときに、そこがちょっとおろそかにされてきたんじゃないのかと。今ののそういういあの党員 として日本共産党とは何かっていうことを党員になってからも学びあの自ら深めていくっていう運動を併せて行おうという努力をしているところなんですね。であのその中ではやっぱりあのむしろあの、ね、あの私も古い部類の党員と言われてしまうかもしれませんがあの共産党の名前っていうのはあの私自身も大切にしたいと思っていましてあの今ね逆にね若い方は。 あの例えばのかつてのソ連という国はもう歴史上の話になっていてですからあの私があの党に入る1980年代っていうのはまだあのなんて言うんでしょうねそのソ連や東欧が社会主義の国でありで日本共産党ってのはそことイコールで見られていましたから、まあ、そんな中でよく共産党に入ったねってに言われるんですけれどもあの今の若い人たちにとってはそれも歴史上の出来事になって。 私たち日本共産党最近ではですね、このコロナの問題を受けて、地球温暖化の問題などに目覚めたあの若者たちから、やっぱりあの資本主義でいいのかっていう問いかけがなされているんですよ。資本主義という本当にあの目先の利益の,あの巨大化、目先の利益合戦ですよね、これを追い求める社会がもたらす、 さまざまな悪影響に対して、グレタさんのように、本当にあの真剣に向き合う若者が増えていて、そうすると中には、ですねまだまれだと思いますけれども、その資本主義に対してものを言っているのが共産党だから、資本主義を乗り越えるということを目指すのが共産党だから、だから共産党に入れてほしいというふうにあの自ら名乗り出る若者が現れているということを見ても、ですね改めてその資本主義とは何か。 じゃあ、私たちが透明で掲げている、その資本主義を乗り越える未来社会、共産主義、社会主義と呼ぶものが何なのかということを、もっとアピールして、それが魅力になるようにあのしていく中で、あの党員もですね、新たに迎え入れていきたいなというふうに思っているところです。はいあの オンラインでも質問を受け付けておりまして、先ほどご紹介いたしましたが、ズームの画面の下の方に Q&A というボタンがございますので、ここをクリックしていただきまして、えー、ご質問をいただければというふうに思います。えー、引き続き、ご質問がございましたらと思いますが、はい、お願いします。毎日新聞のオービーの倉ですどうもちん えっとですね2つ質問したいんですけどね、やっぱあの田村さんというと、やっぱ桜を見る会、話は出たかもしれませんけれども、あれがなぜここまでね、世の中の関心を得て、追及に支持が広がったかね、最初、発掘したときに、そこまであの予測されてたのかどうかね、ということをまずいってるんですね。 それから、一点というか、それから非常にあの国会での質疑がですねあの私から見ると上手だったですね、安倍さんよくあそこまで追い込んだというかね、ような感じがしましたけど、その辺のテクニックはえどちら譲りのものだったのかどうか教えていただきたいのと、もう一つね、やっぱ共産党は私は変わったと思うんですよね、それはあのえ安保法制の時からね、まさに。 えー、5年ですよねでその5年の中でこれまでは唯が独尊的な政、ね、党だったというイメージがあったけども今や野党共闘のむしろ推進役束ね役地的なことになってますよねそしてまたこれから5年先ねどういう姿になってるのかって、ね、私はちょっと思うんですけども当面は変わってるかどうか分かりませんけども。 内閣の中にいるんじゃないかというような気もしないでもないんですけどその辺は田村さんどう見てられるのかねその2つ 2>、はい、はい、あの1点目桜を見る会ですけれどもあのなんであそこまであの世論が一気に広がったかということですが、まあ、あの安倍政権のモラル崩壊というのが次々と起こって相次いで大臣も辞めてその中での総理自らの実に分かりやすい あのある意味その森友学園の私物化っていうのは本当にあのそっちのが重大問題なんですけれどもあのものすごい分かりやすいんですあの森友問題っていうのは時系列で追わなきゃいけない。 それから、ののいつの土地取引のところに、安倍昭恵さんがあのどういうふうに関わってっていうこととかね、そのゴミが発見されたのがいつでとか、そのゴミがその本当にあったのかとか、いろんな解明しなきゃいけない問題があったんですね、それに比べて桜を見るかは、実にシンプルな税金の私物化だったと、これはあの何よりもそのシンプルさあああ、あまりに幼稚な。 あの政治の私物化が許されていたという、あの安倍総理のモラル崩壊の慣れの果てが、あの露骨に分かったっていうことでの、あの世論の広がりだったというふうに、あの思うんですね。もちろん、そこには、あの、あの質問は、あのテレビや新聞では、ちっちゃな扱いで、一過性で終わってしまうのかというぐらいのところを。あのネット上で、他の野党の皆さんが、相当に拡散していただいたっていうことも、あの、あったと思うんですけれども。で、ただですね、あそこまでの広がりで、野党が追求チームを作。 ってとということは私はあの質問が終わったた時には予想をししておりませんでしたそこはあの政局を見る目がまだまだ甘かったかなというふうに思うんですけれどもあの率直に言えば、えー、金曜日の質問でしたから、えー、次の土曜日日曜日のワイドショー的ニュース番組でどこまで取り上げていただけるだろうかというぐらいの思いだったのがあその土曜日曜は 全くといいほど取り上げられず、あの後にこれだけの大騒ぎになったということは、あの期待をいい意味で裏切ってもらえたなというふうに思っているところなんですね。 先ほど「結が独尊」というふうにあのあのお言葉いただきましたけど私もあの選挙の時にねやっぱりあの小選挙区で勝てるのかっていうふうに聞かれる時が一番なかなか選挙の演説をしていてあの苦しい思いを半分抱きながらあのその訴えてる中身には絶対の自信を持ちながらこういう政治にしなくちゃいけないという自信を持ちながらじゃあそれが実現できるのかって言われると。 それはどこの政党とも一緒にできない状態で小選挙区で勝てる,と言わ勝てるかと聞かれればおそらくあの客観的に見て勝てないですよで <laughs> その時にこの言った公約をどうやって実現するっていうふうに国民に対して言うのかっていう苦しさを実は感じながらこれまであの選挙戦ってたんですそれが2015年以降本当にガラッと変わったんですね私たちがが言う政策が 実現可能性を帯びてるんだと実現しなくちゃいけないんだというふうにあのあのの訴えることができるっていうのは本当にすごい変化だなっていうことをあの私自身も感じているんですね。えー、ですからあの今後5年と言わずですねあの私たちはあの連立政権のそのあのあこう考えますっていうことのあ連立政権の協議を政権構想の協議をしようじゃないかと各党にお話しするときにはあの その閣内なのか閣外なのかってことも含めていろんなあの協議をしていきましょうよっていうことも含めてあの呼びかけを行ったところなんですけどもしかしあの,あの党として責任を持って連立政権をというからにはそれはあの最初からあのずっと閣外にとどまりますよなんていうことを思っているわけではもちろんないですむしろあの政策の,あの実効性をですね あのそのどんな圧力にもあの屈せずにやっていくためには、私たちのような頑固な政党が、やっぱりあの政権の中にも入って、ですねえ踏ん張ることも必要ではないかというふうに思っていますので、あの閣僚の中にあの入ることも目指さなくちゃいけないということを、自分自身にも言い聞かせているところであります。はい、はいえー まもなくお時間ですけど何か他にご質問があればぜひはいどうぞお願いいたします、えー、マイクはちょっと遠いですがあのお願いしますあのティ会員の万能と申しますけれどもあのー。 まあ、テレビの中継で拝見していて、ですね久しぶりに野党に女性大物が出てきたなと、<laughs> ちょっとかつての私、若い頃に見ていた土井孝子さんを思い出しながら、ちょっとそんなことを考えていたんですが、まあ、それは別にして、あの確かにその野党、共闘大いに結構であの頑張ってらっしゃるのよくわかるんですけれども、やはりですねやっぱり共産党というものにはね、僕はあの世界を語ってほしいんですよ。 世界観を持って、さっきちょっとね、その話に出かけましたけれども、やはりあの今、こういう大変な世の中になってきて、ですね新自由主義がもう終わろうとしている、リーマン・ショック以来、もうあの新自由主義、資本主義かとは私は申しませんけど、新自由主義というものがもう終焉に向かっていると。そんなら 次に何が来るんだということをね一番定義しなきゃいけないのがヨーロッパを見るとですね共産党はもうあのほぼ消えかけていますけれども新しいその社会改革勢力特にあのフランスのマクロン大統領というのは私非常に注目してるんですけれどもあの次のパラダイムですね新資本主義が終焉した場合の世界のパラダイム 世界がどういうふうに構造改革をしていくのかということを非常に真剣に考えてですね非常に具体的なあの考え方も提示している今週中おそらく EU が大変なあの大予算を発表をする予定になってですねグリーン革命とデジタル対応この2つを日本柱にしたですね7年計画の大予算今も組み終わってて。 えー、メルケルさんが今月から首脳会議の議長になりますね、それにおそらく、花を持たせるという形で、これ、打ち出してくるんじゃないかと思ってますけれども、こういうところをね、非常にもっとあの接近してですね、今、日本で非常にヨーロッパ、あの語る人が少ないんですけれども、もう新聞記事も非常に少ないんですよね、EU についての記事が。 あの、そのあたりをですね、積極的にあの研究なさってですね、あの世界観というものをね、もう国会でも議論してほしいんですよ。結局ね、桜で追い詰めても、あの安倍さん、何のかのうまいこと言ってごまかしてですね、それで終わってしまうんで、我々には閉塞感しか残らないんですよね。あれももちろん大切なんですよ。ぜひ応いやっていただきたいんですけれども、もっと大きなね、世界観が国会中継聞いててもね。あっ。っ 共産党ってこんなことを考え始めたんだなっていうことがわかるような。そういう、あ,あの、政策をね、打ち出していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。はい。ありがとうございます。あの、えっと、実は、あの、明日が党創立記念日ということで。あの、志和夫委員長が。かなり構えてですね、このポストコロナとも言われる時代の中で。 あの大きな意味で日本の政治社会そしてあの元グローバルな視野も含めてですねあの新自由主義を乗り越えてどういう方向性を目指していくべきなのかということをかなりまとまったお話をする予定でいます。 先取りをするわけにももいいいかないかななととうこともあの員長の原稿などは私もあの目を通させていただいているんですけれどもあのちょっと役割分担で野党・共闘に重きを置いてお話をしたところはあるんですけれども確かにねおっしゃる通り先ほど来のその透明の問題とかあの共産党との,あの共闘にあのなんて言うんですよねそのえーハードルを感じるとかあるいはその やっぱりあの共産党が応援する候補者だからということでの,あのえっと食わず嫌い的な拒否感とかそこにはあの私たちがいかなる世界観を持って。 どういう大きな意味での社会を目指しているのかということがねあまりにも語られていなくてあまりにも知られていないっていう問題があると思いますで国会中継の中でそのことも踏まえた質問というのはなかなかに大きな宿題ですけれどもぜひ挑戦をしていきたいというふうに思いますし先ほどねどういう政府を目指すのかっていうお話をした時にも結局ですね経済財政諮問会議や未来投資会議のように AI、IT の今、確かに旗を振るあの日本の、日本もそうなってるんですね、であのただね、その意味合いが、私はあまりにもその短期的視野での産業革命、技術革新の旗振りをやってるように思えてな,ならないんです、つまり、喫緊の投資先はどこなんだと、竹中平三さん的あの考え方ですね、今、あり余るこの資本をどこに投資したらいいのかと。 このコロナのとで、あのこれだけ IT の遅れが政府や自治体の中でも明らかになったと、じゃあそこに巨額のお金をかけることになるぞと、そうするとそういう AI、IT の,あのところに、今度はじゃあお金を投資すればいいんだなと、こういう範囲な話に聞こえるんですよ。もっとそうではなくて、何のための AI なのか、何のための IT 技術なのか。 っていうところがまさに世界観に関わることだというふうにあの思いますねその今その国際社会が直面しているパンデミックの問題もそうですあのそのパンデミックがなぜもたらされたのかと考えれば気候変動との関係性ってことはもうこれは否定ができないでしょう自然災害もそうですよねじゃあそれらの問題に対して私たちはこれらの技術を駆使して何ができるのか政府は何を行っていくべきなのかそこでの国際連帯とは何なのか そしてあのそうした気候変動が起きながらも熱帯雨林開発が止まらないようなこの事態に対して日本という政府は何ができるのかとこういうことが本来議論されて世界にも呼びかけるべきですし国境を越えて動き回るこの資本ですねあの投資先を目先の投資先を探し回る。 こ,ここをどうやって国際的に規制をしていくのかっていうこともやっぱり日本がどんどん提起できるような政治になっていかなきゃいけないあのぜひそこは私もあのいろいろ、えー、いろんな方とのあの、えー、知見も得ながらですね論戦の中で示せるように頑張っていきたいというふうに思いますあの本当に素敵な問題提起いただきましたありがとうございますはいありがとうございました、えー、時間が参りましたので、えー、そろそろあどうぞ 個人会員でございますが、あのちょっとそのロンドン・スコール・オブ・コノミックス・アンド・ポリス・サイエンスって、これはノーベル賞15人、賞50人世界に出してそこのフォーラムに関係してます、で私は、ね、いつもあの思うんですけれどあの、世界的な総合社会がどんどん進んでいきますね。 でそこでグローバリズムとナショナリズムっていうのはあるんです。であの20世紀は戦争の世紀って言われましたね。しかしこれからはね平和と国際協力のあの世紀にしなきゃいけないんですけど、しかし今の米中のね波ケガラスのように波ケガラスは常にあの続いていくんですね。でその中で日本がねどういう立場で これをそ,のそういう平和的な方向でなおかつ世界がつながっていく方向にするかってことについてね、ちょっと野党はね、もう少し強くね、研究すべきだと思って、そうするとですね、与党との間に共通の底辺ができる、共通の底辺ができて、その中で直していくということになると、民主主義の模範となりますから、これは日本が世界に立っての冷存データも出てくると思うんですね。ですかかららぜひそそうういいいことを今今もししのお考えあったた聞かせ願いたいし今後 野党の共闘の時にも、働きかけてですね、そういう構造を作っていただきたいと思います、はい。はい、ありがとうございます。あの、確かにですね、あの、どうしても日米関係が基軸っていうふうに。 あの政府もも長年もその立場を取っているそれであの私たちも特にあのアメリカとの関係というのが直に日本に対してあの基地の問題も経済の問題もあの響いてきますのであのそこに対する分析やいろんな問題提起っていうのは行ってきているんですけどもここまであの経済覇権ですよねまさにアメリカと中国の経済覇権があの競われているもとで、えー、国際的な問題が次から次へと生じている中では。 だあの私たち今注目しているのは ASEAN の動きなんですね中国というあの巨大国家を抱えながらいかにさまざまな国境紛争などもあの戦争や武力紛争にしないで中国と付き合っていくか中国にものを言うかここで ASEAN の,の小さな国々というのは相当な苦労をしながらあの協議を繰り返して 来ていますそれであの私たちもあのすいません今ちょっと何年からかっていうのはちょっとあれなんですがそのアジアの国々との政党間の協議の場というのを今あの大変重視するようになっていましてね今あのコロナの問題であの開催できていないんですけれどもこういうあのアジアの政党間協議にあの積極的に党首を含めて参加をするようになってきているんです。これはあの野党の中でも ASEAN ううの,アアの動きに対するアンテナを張って外交の問題であの私たちがその大きなアジア圏の中であの中国に対してもどういうものを言っていくのかそれであのアメリカとの橋渡しも含めてどういう働きかけができるのかということはぜひ野党の中での協議も進めていきたいというふうに思います。ままままたたたた新しししいテイクいいいいだきあありりががととううごござざすは えー、時間になりましたのでそろそろおとしたいと思いますが、えー、今日は本当にお忙しいところありがとううございましたどもありがとうございました。 なお次回は5回目になりますけれどもこのシリーズは7月22日午後1時から衆議院議員の自民党衆議院議員山梨肉選出の堀内範子さん岸田派の方でございますがゲストにお任せいたします今日は本当にどうもありがとうございました失礼します。ありがとうございました